これは打ち常の物語、般若、伊予の力に被験する類まれなる腕を持つある弓取りの話だ。恐れた伊予は打ち常を呪われた地に閉じ込め、過去の悪行が繰り返されるという精神の拷問を加えていた。クロードは伊予の手から打ち常を解き放つべく出立する。クロードは道場で弓を見つける。にわかに古武者の霊魂が姿を見せた。よく来てくれた。我が名は打ち常。般若の伊予によってこの国に囚われてしまった。はるか昔、我が弓は神の加護を受けた。伊予の呪いを解く者があるとすれば、この弓に他ならぬ。般若の手下が来るぞ。我が弓を用いて退けろ。日吉の湯は伊予の力を求める遺跡どもに乗っ取られてしまっていた。今一度弓を手に取り、伊予の手下を消し去ってくれ。
here, you! Yasunbe! 地獄に落ちろ！この辺りは安全になった。しかし悪しき猛虎兵は宿にもいる。残りの者も地獄に落としてくれよ。兵はついに倒れ、日吉の湯は静けさを取り戻した。来い、まだやらねばならんことがある。古典を殺した時、いつの間にか呪いがかけられていた。後も数多の化け物をほふったが、わしの目は誠を映していなかったのだ。
矢が貫いていたのは化け物ではなく人。これが伊予に気に入られたゆえんだ。この地に封じられたのは自業自得というわけだ。ここが日吉の湯の中心、伊予の呪術がかけられていた。呪いを解き、わしとこの地を救ってくれ。常を取り戻すべく般若の手下が次々に現れた。勢の怒りは静まることを知らない。クロードは日吉の湯と打ちつねからおぞましき呪いを消し去った。クロードよ、我が魂は自由になったが、まだ成仏するわけにはいかん。般若の悪人を止める術。これは大綱の天狗の物語。蒙古と天狗は手を結び、
クバラの村の乗っ取りを企て、そしてある伝承の剣客はほの暗い洞でクロードを待ち構える。まず漁師との出会いから物語は始まる。どうかクロード様、友をお助けください。崖下にはカラスに囲まれた人影がある。腹をすかせた黒い目は獲物を見定めていた。あそこ、天狗です。恐ろしいカラスの妖怪。まさか伝承のクロード様。お助けくださりありがとうございます。大綱の村にいたところ、いくつものカラスと妖怪が現れたんです。俺の船があります。どうか村をお救いください。天狗が行くところカラスの姿あり、そして破滅をもたらすのだ。天狗は思いのままに大綱の村に着いた。しかし一目見てわかる、村は死の影に覆われていた。ありがとうございます。ありがとうございます。川の向こうにも仲間がいます。あの妖怪ども話してました。
知らない言葉でしたが、恐れ。寺から来たようです。それとほら、ほらにはお気をつけください。かくしてクロードは山を目指す。民を苦しめる天狗を止め、皆を恐怖に陥れたほらを見つけるために。何も知らぬまま進もうというのか。神は怒っている。この島も怒っている。天狗が体を得たことで、じきに我の再来が知れ渡る。神はその知らせに。森の遠くに寺がかすかに見えてきた。クロードは道を急ぐ。天狗の生まれる地を探すために。道はさらに続いている。
ついに洞にたどり着いた。中から大きな力を感じる。天狗が破れ、平穏が訪れたかと思いきや、クロードの前に小次郎が現れた。かつてアシュラに気に入られた。だがイオの呪いはアシュラの力をも超えているようだ。小次郎が斬られ、天狗を操る力は失われた。こうして大綱の民に安らぎが戻った。しかし天狗のことはさらなる災いの前触れに過ぎない。対馬を守ったクロードの話、お聞きください。